足と無線通過して思いっきり登りたいです。さあ現在はボルダリングジャパンカップ男子予選が行われております。レッグ頑張る。男子選手4名の選手が競技を行っている形になっています。おーナイス。何よりこの男子予選非常に朝早いですが、見どころは意外と序盤にあります。選手ワールドカップランキング順高い順番から予選競技行われております。でも活躍しています。レイ君頑張ろう。レイ選手とオリックス選手が A、B グループ1番手の選手で登場してきています。頑張ろう。今大会で104名の選手男子エントリーしてきています。各グループ準決勝に進めるのはわずか10名ずつです。非常に狭き門の戦いですが、本日この予選競技どういった戦いが出るか見どころの一つでもあるようです。素晴らしいクライミングです。